中華民国文化部台湾の文化資産文化景観、台東県池上郷池上新開園老田九博、明大道は、台湾台東県池上郷近園村から一万、安村、新興村にまたがる農道。自動車は進入できない。正式名称は錦新3号道路。電柱が一本もない風景が広がっている。もともと一帯は飲料メーカーの金社が展開する缶コーヒーの CM で有名だった。そのブランドから錦新3号道路は白鴎にちなんだ白鴎大道として知られるようになった2013年の金城武が出演したエバー航空の CM で一躍有名となり、ロケ地目当てに観光客が押し寄せるようになった。急激に観光客が増えたため、観光郊外も顕著になった。周辺は台湾のブランド米である池上米の産地だが、農地に撮影に熱中になるあまり無断侵入とそれに伴って作物が踏み荒らされる事例が相次いだ。また、CM の近所起用に積極的だった。当時のエバー航空当時長である張国自らが現地に出向き謝罪、池上米を台湾を出発する自社便の機内食用食材に採用することを約束するなど事態の沈静化を図った。こういった被害をなくそうと、郷交所は文化資産の登録を県に対して申請。登録名義を池上三世文化産業緑廊から池上一万安老田区に変更を経て、2014年5月末に正式に登録された。しかし登録の動きが急だったことと詳細を知らされていなかった一部住民は自宅の改築にも制約が生じたり、農作コストが上昇しかねないと不満を表明している。また、初期は米の収穫期だけだった農道の通行規制も2015年からは二輪車も含み農業従事者や通行許可証保持者以外の自家用車を通年で禁止するようになった。この一帯は文化資産保存法第55条及び道路管理処罰条例第5条、発展観光条例第18条に基づき、行政側が交通規制を行使することがある。白鴎大道には一本の赤木があり、CM で金城が茶をたしなむシーンが有名になったことから、金城武の木と呼ばれるようになった。2017年4月5日、歌手の蔡依林が観光で白鴎大道を訪れ、金城武の木から東方約100メートルにある脇道の赤木の木を自撮りし、根や蜜樹として SNS に投稿すると、金城武樹同様観光客が殺到した。池上里公所はこの木を蔡依林樹と正式に命名し、白鴎大道の新たな名所となった。行政区画としては一万安村となる。金城武の木と田園風景の組み合わせが代名詞となったことから、台湾各地で同様のものが00の白鴎大道と呼ばれるようになった。宜蘭県冬、山郷三木村の農道も同様の美しさから宜蘭版白鴎大道と呼ばれているが、冬、山郷公所により正式に稲間美径と命名された。その他にも桃園市亀山区風樹村や台南市六甲区などで半ば村おこし的に提唱されている。苗栗県西湖郷下穂村でも沿いのセンダンの木との組み合わせで苗栗版白鴎大道として知られるようになり、郷交所によって黄金一路と命名された。台湾鉄路管理局池上駅からレンタル自転車またはバスで保安宮下車。ありがとうございます。